今夜の酒場はお楽しみの泥沼だ。なんか最近ですね、このエラーがよく出てしまうんですが、まあでもなんか問題があったわけじゃないのでこのまま引き続きやっているんですが、皆様こんにちは、ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。さあ現在ですね、このショップにてもうないのかな、歓迎バンドルというのを発売しておりまして、でこれは何かと言いますと、600円で10パッククラシックが当たるのと、さらにクラシックのクラス別のレジェンドが1枚必ず当たるっていうね、かなりお得なものになっております。で、クラス別と言いますと、そうそう、まあ明治のねアントニダスが結局自分は当たったんですが、まあ、かなりね強いヒーローというかミニオンが多いので、ぜひこれですね、初心者の方はご購入されるといいんじゃないかなというふうに思いますね。そうそう、多分この時期に始めた人に対してジェラシーがあるぐらいかなりいいバンドルだと思います。ゼリードーナツの大魔導士に比べる大出世だ。ちなみに自分が今このクラス別のレジェンドで持っていないものに関してはですね、ハンターのキングクラッシュ3世ですね。だせめてねあれが出てくれたらいいなっていうふうに思ったんですが、これですね、めっちゃかっこいいんですけどね、まあ、いつか引いてくれることを期待してます。さあ今回なんですけれどもね、久しぶりにパック開封動画なんかやってみちゃおうかななんていうふうに思っていたりしますので、よろしくお願いいたします。まあ、まずはクラシック10パックねしっかりと開けていきましょう。いや神々しい輝きだな。ちょっと待ちたまえよ、このね神の光ブルーライトカット、これはね今日ね欲しかったマリゴスが当たるんじゃないかな。まあ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 、一発目はねこんなものございます。レアレアと、基本的にゴールデンカード以外で欲しいカードはレジェンド以外ではないですね。まあこれはまだ梅雨払いかな。梅雨払いじゃない、早かったなあ。いやギラギラしてる、うまぶまぶしい。前に引いたのはティリオンでしょ、でその次に引いたのはシルバナスウィンドルランナーとなりますと、ここで引きますは皆さんお分かりでしょう。レジェンド、え、いやいやいや、え、いや、あ、ちょっと待ってください、自分でも驚きです。これほどゲーム実況をしている中で言葉を失ったことがあまりないので、ちょっと本当に、え、呆然自失はまさにこのことですよね。アントニナス、なんと驚きの3枚目ゴールデンレア。お、ゴールデンレア、しかしアップグレード自分使わないな、レア、ゴールデンコモンとか引かないかな。いやもうね、この残りのパックの中にレジェンドが入ってる可能性低いんで、もう序盤であれを引いちゃったし、しかもいらないやつだったしっていうんで、なんかちょっとがっかりですね。エピックでも欲しいカードあったかな、なんか本当にちゃちゃっと終わっちゃいそうな悲しさがありますね。沈黙はゴールデンでもな、まあ使うこともあるかもしれませんね。まあクラシックはね今のところは使えなかったとしても、ゴールデン、お、ゴールデンレア、あ、これはいい、これは嬉しいな。傷を負った検証はプリーストを使ってる人だったら必ず使う一品でございます。レア、レア、いやでも結構ゴールデンカード当たってくれて、おっとエピックなんでしょうか。あー、女いましたね。あでも今もしかしたら2枚目かもしれないな、持ってなかったような気もするな。レア、おおー、
いやよかった、いやびっくりしましたよ本当にね。アントニダス2枚当たっちゃって、おいおいいい加減してくれよ本当に、僕の青春を何だと思ってるんだ君はみたいなね。なんかそんなアメリカナイズされたようなツッコミ入れたくなっちゃいましたよ。いやびっくりしたな、もうなんだよレジェンド、しかもこれすごい強いやつ、マリオスとかじゃないかな、あるだら言ってよ、ゴールデンウルーレジェンド、レジェンド。まあ持ってますよね。えでも持ってないカード結構多いんですよ、キングムクラとか魔獣とか、あの辺のなんかレジェンドはほぼ持ってないんですよね。ちょ、ま、チェックしましょう、チェックチェック。えなんでこんなダブるんだろう、ちょっと待ってくださいね、検索で、あレジェンド作成、クラシックにしなくちゃダメか、クラシック違う、これか、セナリウスあってキングクラッシュがない、アントニダスが3枚、ティリオンが1枚、ベレン1枚、エドウィンが1枚、アラキア2枚、ロードジャラクサス、クロマッシュが2枚、そうですね、ナットベーグル、ミルハウス、キングムクラ、グリーンスキン船長、いや、やっぱ持ってないの結構ありますよ、イリダン、ホガー、魔獣、黒騎士、あ、黒騎士欲しいな、ほらいっぱいいるじゃん、いっぱいいるのに、なんでノズドルムとか超欲しい、これスマホプレイヤー殺しですからね。あ、イセラだ、イセラも欲しいわ、アレクストラザも欲しい、いっぱいいた、マジか、いやでもね、10パックのうちね3枚レジェンドが出るっつったら初期の頃の自分がかわいそうなんで、さすがにもうこれはちょっと流し作業になりますね。とはいえ内心期待している自分がいますよ。おい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 、なんでやねん、いやいやいや、いいっすいいっす、なるほどね。いやーこれで一本の動画にするの難しいな。まあちょっとゴールドもありますんでパック買ってもいいですけどね。いやでもクラシック、いやーでもな、デッキ作りたくなったら作ればいいかな。どうしましょっかね。まあランクマッチまだランク10ですからやってもいいですけど、でもここはじゃあ闘技場でもやりましょうか。先日のアップデートでですね、闘技場でですね禁止カードといいますか、出なくなったカード、まあ禁止カードというかどっちかっていうと逆の意味ですよね、弱いから使えなくしたカードがいくつかあったりとか、あでも強いからなくなったのもあるのかな。まあやっぱりですね、つまりどういうことかというと各ヒーローの強さの均等化がされたということであると思いますから、今まではねちょっとこう劣勢を強いられていたアンドウィン・リン、これワンチャンあるんじゃないかなと。なやっぱないし、さあやっていきましょう。これ番長テキストつく可能性ありますよね。フェンシングのコーチはない、そして泣き叫ぶ魂は、まあ、4コスト3号のスタッツのミニオンだと考えて悪くないですよね、3号はね。でも初手でこれ引くの難しいな。ちょ番長行ってみましょうか、使ったことないんですよね、ここは難しいですね。ウォーゲン変異体は非常に強いミニオンです。ただキドリアの俳優も強いミニオンなんですよね。あここはでもウォーゲンかな、なるほど、まあこれはスカーレットピュリファイヤーかな。
あだ討ち来ましたよ。いやしかしウルダマンを捨ててあだ討ちはすごいぞこれ。しかし番長に引っ張られて目には目をはさすがに無理。はい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 。これもね結構ね悪くないんですけどね。でもアリーナではどうなのかな。いやでもアリーナだからこそ強いよな。アイアンフォージのライフル兵がね微妙にね刺さる時もあるんですよたまに。でも3コスト302と考えるとな。302っておかしいか。ちょっとこれいってみましょう。ウルフライナーは強いですよ。マーロックナイトフロストウルフですかね。弱いなこれ。コロシアムの試合に行きますか。こいつほんと弱いんですよね。しかし425も弱いよな。だったら325ですよね。ちゃんと列に並んでください。メカは事務所に戻りなさい。海賊かな。武器引きますかね。だったらカルトの薬師の方がいいか。武器引かない可能性十分にありますからね。いやこれ厳しいな。怒りの鉄印しようかな。死にくくるのまあいいか。グールでいいか。これね動物園の記述士が結構刺さるときは刺さるんですよね。ドラゴンが1体いて、マーロクが1体いて、メカは関係ないか。ちょっと入れてみましょうか。4コスト少なすぎるな。これはさすがに4コスト入れましょう。ブードゥー大魔術師47が単純に強いかな。性別は強い強いですね。しめやかな通夜も強い。いやさすがにでも性別スルーはないな。アージェントボディーガード魔力こっち行きましょう。お、ゾウギは相当強いんじゃないですか。そして懺悔。お、いいですね。お、トゥルーシルバーはさすがに。そして2コストのカードが少ないので2コストを足していけば。いや懺悔強いな。ネザー昔ドラゴンシナジードラゴン1枚じゃ無理かな。ここかな。あウルダマンいいですね。お守りには強い。草芸かな。アルダーかな。強いんですが後半きついですね。なんか4コスト5コストがちょっと多すぎるかなっていう気がしますね。だったら2コストとか多くしてもうアグロっていう方向性でいいんですよね。これだとするとはてさて一体どうなりますかどうか。まあでかいミニオンをウルダマンとかアルダーとかで寄せればいいなっていうところですよね。さあ最速でね。でかいミニオンが出てきそうなのが来ましたね。方言変異体これはいらないでしょう。記述師もどうなんだろうな。ウォーゲン変異体を2ターン目に出すじゃないですか。で相手のミニオンと相打ちを取った後のターンでボルカニックドレイクが出せるかもしれないんですが、64をね4ターン目に出したところで結局11交換な気もするんだよな。どうなんだろう。でそれを動物園の記述して強くするまで生きている可能性がないとなるとこういうマリガになるのかな。なるほど。これは一
ターン目コインで出しちゃってもいいかもしれないな。しかし顔を出すと危険、いや危険じゃないか。ただシャーマンはあの AOE がありますからね、それだけ気をつけなくちゃいけないと。並べるのはやめてたのがいいかもしれないですね。熱くなってきたぞ。うわー強っですよね。いやでもまあそんなもんだと思いました。いやこれきつすぎるな。ちゃんと列に並んでください。事務所に戻りなさい。これにてヒーローパワーを防がれてしまいました。ファンダリア、我らのもの。うわ、強っ。これ厳しいな。栄光の時代発生。ネットを持ってない。我は栄光ダリア。17強いな。どうしよう。1,2,3,4,5,6。あー、なんとか倒せるのか。まあ相手の方は総攻撃するしかないでしょうね。ライトニングストームとか本当厳しいですねこれ。どうする。うわ、マジかこれ。どうしよう。ヒロパも使えないしな。単純なやつにしか効かないのよ。チケットを持ってないか。いや苦しいな。この秘策でちょっと相手の方のプレイングが混乱してくれるといいんですけどもね。二人が入場、しかし生き残るのは一人。司会者61。まあ悪くないでしょう。ただこっち、あーでもそうか、性別が引けたらこれは一発逆転もありますね。引けたら、いや苦しいなこれ。はてさて、時間がない。あ、これはまずこっちだな。まあ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 、ちょっと盤面早く取りたいですよね。象牙だったのかな。さあしかしね、そろそろ相手の方でかいミニオンが来るんじゃないかなというところですけれども、盤面取りに来てくれてありがたかったな。いやしかしこの後が怖いな。ただこれだと AOE が、まあ、ないっていうのは間違いないんですけども、たくさん血とかそう。性別来たか。なるほど。
最も攻撃力高いミニオン1体を除き全てミニオンを破壊する、あれじゃないか。で6点回復、いざ。でミニオンは残しておくとこいつが激怒持っちゃうので、いざ済まなければ、こうかな、済まなければ。ミニオン並べてくんないかな。相手には6コストのカードを引いたってことがバレてますから、決闘の地位を受けなくなる可能性ありますよね。かあ、これは強いな。私のトーテム、かわいいかわいいトーテムどもよ。なるほど、どうしようか。2点与えたいんだよな。あれ、このタイミングで決闘の地を使うと向こうは1体だけになるってことですよね、多分ですけど。ちょっと使ったことないんだよな。あ、そうですよね。でこういう形で出せるようになると、これでハンド差がちょっと詰まってきはしましたかね。相打ちアックスはまあいいや。トロックサー、トロックサー。おお、また来た。これは強いぞ。どうしよう。闇への抵抗はありだな。考える時間をくだされ。勇者の紋章かな。闇への抵抗、いや勇者の紋章かな。呪文を使うと強くなっちゃうからこのターンは使えないので、ヒロパかな。ただいま剣山。なるほど、厄介だな。フェイスを詰めてくる。これでどうなるか。しかしこっちのハンドは強いですからね。いや決闘の地ありだな。あー、しかしそれは強い。性別でも倒しきれないメンバー、いや違うか、呪文ダメージが増してるから倒せるか。そうか、すっかり忘れてた呪文ダメージのこと。これは性別ありだから打っちゃっていいよな。これで2体残りだよな。抜かったか。いやそんなことないっしょ。瞬きはしない方がいい。
で、ヒロパかな。よし、ただいま剣山。場面変わってきましたよ。強い。ライダーが来てくれたならウルフライダーでいいか。突撃準備をした。俺の刃を喰らえ。あなたみたいに。どうすかな。強いな。フェイスをな、いや、フェイス殴るの危ないな。なんといってもシャーマンですからね。はて、いざ。とりあえず番長を出して、ただいま剣山。ここかな。いや違うな、こうだ。瞬きはしない方がいい。よし、どうも。すまなければ。こうかな。あの2位どうなるか。喧嘩か、オラも混ぜろ。これはまあ脅威ではないですね。よっしゃ、もうね、これ勝つしかないなっていう流れでしたね。いやー難しかった。しかし面白い一戦だったな。いや、やっぱりプリーストよりパラディン。パラディーン、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。